道尻、大竹 vs 田島、どっちが勝つと思う？コメントにお願いします。今日が大事すぎる一戦。大竹は広島だけに強い気がするからどうなるか。田島はメンタル競争だけどどうなるんやろな。 Y の予想だと大竹も田島も6回2失点で降板しそう。山本と宮城の前に1回勝っときたいよな。 Y 的には阪神が勝ちそうな気がするな。大山次第だけど、金本が調子クソいいからクリーンナップ次第よな。サトテルはスタメンから外すだろうな。2人も完璧に抑えることはなさそうだし、采配が重要になってくるよな。昔の大竹なら檻にボコられて終わりだけど、今の俺たちの大竹は一味違うわ。意外と乱打線になったりしてな。大竹と森って甲子園で対決してるんよな。その時は森が3安打打ったけどどうなる。今日の戦いはどっちが勝つか予想できんわ。防御率は大竹の方がいいけど相性もあるし、当日のコンディションもあるしね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。